俺最近ゴルフを始めたんですよ、うん、で打ちっぱなしにちょっと行くようになって、うん、で俺絶対全然知らんおじさんに喋りかけるようにしてるんですよ、行ったら行ったで、うん、でおじちゃんと仲良くなって酒をおごってもらうっていうのやってるんですよ今流行りでね、はい、でもやっぱ昼間からゴルフやってる人に貧乏な人おらんから、間違いなく。あ、じゃあ私平日の昼間に私もゴルフやればいいかもしれない。いやゴルフやったらなんぼでもおるで、まあ、ジジイばっかやけど。やだ。いやでもたまにおんねん、その若くて多分ちょっとこう成功してるような人。それ結婚してるんだ、まあ、結婚はしてると思うけど、まあ、もうええやんもう今更その人の2人目の女でもさ。やだよ、謝らなきゃいけなくなっちゃうの、バレたら。いやバレへんてお前。バレる、バレんバレん、今流行りやんそれ不倫とか。いやダメな、うん、ダメな方の流行りですよ。ええよお前ゴルフ。ででゴルフはでもね面白いよ。やろうかな。じゃあ俺もやっぱ野球やったから自信あってんけど、うん、最近始めてんけど、うん、やっぱ面白いね、うん、それな何が面白いの。やっぱこう自分との戦いっていうの、練習場ではあんなに綺麗に打てたのになんでここに来たら打たれへんねんみたいな。ああ、そのフィールドみたいに出たら。そう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 。で例えば穴あんな入れるだけでなんで入らへんねんとかね、うん、ああそういうのありますよ全然面白くないんだけど全然面白くない。でもなんかゴルフやりだしてから、まだ幅も広がった、なんかいろんな人に誘われるようになったし。そればっかじゃん。え、そういうのばっかじゃん。お前幅って大事やぞ人間って困った時誰か助けてくれねえから。確かにね、幅のない生活してるわ今、うん。